はい、こんにちは。今回は日本人ボクサー同士のライバル対決で壮絶な KO で決着のついた5試合を紹介いたします。川島選手、ティーマ戸口選手、鬼塚選手の3人は平成サンバガラスと呼ばれ、将来の世界王者を期待されておりました。高校時代のインターハイでは川島選手が準決勝で鬼塚選手を、そして決勝では戸口選手を破って優勝しております。国際のチャンピオン、いやまずチャンピオン同士の大一戦ですね。この大会のハイライトですね。川島選手と戸口選手はプロデビュー後に全勝で勝ち進み、東日本新人王戦の決勝戦で再び拳を合わせることとなったのです。サウスポーから左をヒットさせる川島選手に対し、戸口選手は打ち合いに持ち込もうと距離を潰しにかかります。序盤は川島選手の技術を崩せず、思うようなボクシングができなかった戸口選手ですが、4ラウンド頃から自分の距離で戦い、ペースを握り寄せました。迎えた最終の第6ラウンド、ついに戸口選手の猛攻が炸裂します。戸口選手の連打は強く、特に右パンチで川島選手はダメージを負い、崩れていくのです。当時、ファイティング原田選手、海老原選手、青木選手はサンバガラスと騒がれ、日本ボクシング界の期待と人気を背負っておりました。努力、根性、ラッシュの原田選手、カミソリパンチの海老原選手、そして天才ボクサー、メガトンパンチで最も期待されていたのが青木選手だったのです。この一戦はノンタイトル戦だったのですが、世界ランキング1位と東洋王者との対決として、また世界戦への挑戦権をかけた一戦として注目を集めていたのでした。狂った風車の異名通り、原田選手は連打を続け、ダウンから起き上がった青木選手をどんどん追い詰めるのです。そして原田選手の強烈な右フックが世紀の一戦の戦いにピリオドを打ちます。見事3ラウンド KO 勝ちをした原田選手は半年後にバンタム級の世界王者に輝いたのでした。共に沖縄生まれで、共に具志堅さんに憧れてボクシングを始めた2人が、世界ライトフライ級タイトルマッチで激突しました。序盤から両者は軽快なフットワークからスピードのあるパンチの応酬が続き、両者ペースを握ろうと激しくぶつかっております。終始打ち合いが続き、お互いに絶えずパンチを出し続けますが、徐々に渡嘉敷選手のパンチの命中率が上回ってきましたが、稲見選手は先輩の意地からか決してひるまないのです。迎えた第8ラウンド、渡嘉敷選手は猛然とラッシュをかけ、左右の連打を振るいます。稲見選手はかなり被弾しますが、打たれた後に必ず反撃するのです。渡嘉敷選手の死角からの右アッパーに稲見選手は一瞬意識を失います。2度目のダウンから起き上がった稲見選手に安馬を与えず、渡嘉敷選手は猛然とラッシュを敢行いたします。天才たけしの元気が出るテレビのボクシング予備校に出演した松島二郎と飯田勝は、ライバル関係でテレビ番組を通じて日本中で脚光を浴びました。プロデビュー後、全日本新人王決定戦で2人は相まみえましたが、飯田選手が勝利し、2年後に日本スーパーフライ級王座決定戦で両者を再び対決するのです。序盤、リーチ差を生かしきれない飯田選手に対し、松島選手はプレスを強め、左ストレートを中心に攻め、ペースを握ります。6ラウンドあたりから飯田選手が自分の距離ができ、さらに接近戦でも打ち勝つようになってきました。飯田選手は相当ハードなトレーニングをするので、スタミナが非常にあり、後半になるほど強くなるのです。動きが鈍った松島選手に飯田選手は連打を敢行します。再開後、飯田選手の怒涛のボディ攻撃にレフリーがついに試合をストップします。村田選手は世界王者ジェフ・チャンドラーとの戦いで初の黒星を喫し、再起戦にはハリケーンテルを破って勢いのある磯上選手を迎えました。世界ランカー同士の戦い、そして東洋太平洋王者と日本王者のライバル対決に、後楽園ホールは超満員で、通路も立ち見客で溢れていました。右カウンターのタイミングをつかんだ村田選手は、第3ラウンドも強烈な右カウンターをヒットさせるのです。当時のバンタム級では、村田選手、磯上選手、石垣選手、ハリケーンテルと4人がライバルとされていたのですが、やはり村田選手は一歩抜きに出ていたのです。ライバル対決を見事な KO 勝利で飾った村田選手は、その1年後にジェフ・チャンドラーに3度目のチャレンジをしました。しかし、チャンドラーの壁を越えることができず、東洋太平洋王者のまま引退したのでした。